断熱性を高くすることがこんなにもこう健康性というものに影響あるほとんどの項目でその断熱性の高い家に住むと改善したという人が圧倒的に増えるんです快適と健康って実は違うんですね新築住宅でまあ年間80万戸ぐらい建ってるんですけど暖房冷房がきっちりできるそういうお家っていうのはそのうちのまだ5%いくかいかないか、えー 不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック皆さんこんにちはフリーアナウンサーの佐田志保ですえさて楽町東ー建築学今回のテーマは住まいと健康の関係ですえ本日は30年以上断熱機密に関する研究に携わる近畿大学副学長岩前敦志教授にお越しいただいております本日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 岩前さんは建築学部の教授でいらっしゃるわけですけれども、はい、ご専門は断熱と健康ということで、うんうん、ちょっとあんまりイメージが湧かないんですけれども、こうどういったことを研究されていらっしゃるんでしょうひ、はいまあ、一言で言うと、おうちの断熱性っていうものと、そこに住んでいる人の健康性との関係を、あるのかないのか、はい、どの程度あるのかっていうことでやってるっていうのが私の研究なんです。 もう少し言うとその日本人って結構あの、えっと、住んでる家、まあ、みんな当たり前に住んでるお家なんですけどあの断熱性っていう観点ではちょっと遅れてて、て、はい、それが原因でまあ10人に1人があの冬のお家の温度が低いことで命を落としてるっていう研究レポートもあるんですね。人人に1人って結構多いかかなりです実はがんとか いろんな病気が挙げられてますけれども、はい、まあそういったものと、まあ、直接関係するしないまあ別にして、統計的にはおよそ10人に1人ぐらいだって言われて、これ、世界でも本当に有数のそういう冬の影響を受けている国なんです、ね、10人に1人ってなると、もう全くひと事じゃないというか、そうね、自分事として捉えないといけないですよね。はいはい、だと思います。うーんはい まあ確かにその割に断熱性っていう,こう話題、あまり聞かないなというまあ地味なんですね、うん <laughs> あの、建物を建ててしまうと、はい、もう暮らしに入ると断熱材なんて見かけることがまずないので壁の中とか天井裏とか床下にあの密かに入ってるんですが、はい、まあこれが実はすごく大きな役割があるっていうのがようやく分かってきたってい。は<ー>はい なるほどこう普段ね目にすることはないですけれどもうこう健康と実はかなり深い関わりがあるということで,そ,で、はい、そのあたり私も含めて知らない方たくさんいらっしゃると思うので詳しく解説いただけたらと思いますす,、ね、すごくいい機会になると思う,どうかよろしくお願いします、はい、ありがとうございますよろしくお願いしますでは改めて本日のトピックを見てまいりましょうこちらですまず一つ目大学教授が教える暑くても快適に過ごすコツ そして二つ目実は超イマイチ日本の家の断熱性能というこの二つのトピークをもとにお話を進めてまいりたいと思いますさあまず一つ目ですが大学教授が教える暑くても快適に過ごすコツということですね、まあ、今年も夏も猛暑日がかなり続きましたす、ね、本当にしんどかったですよね、はい <laughs> そしてまだまだ予断できないなという日々が続くと思いますけれども、うん、まお家の中で冷房を消してしまうとすぐに暑くなってしまうというあの家も多いと思うんですけれどもこれ何か理由はあるんでしょうか、はい、あの多分多くの方々は冷房っていうのは消したらすぐ暑くなるっていう、まあ、実感をお持ちだと思うんですね。はい、でところがあのそうじゃないお家もありまして<ー>冷房を切ってもしばらくはその涼しいまま過ごせるお家っていうのが まあ現実にありその,あの皆さんの一般的に思われているのとそうでないのとの違いっていうのがその断熱性、まあ、正確に言うと断熱気密性なんですけどうんあの断熱気密性がしっかり保たれるとあの冷房切った後もしばらく1時間とか2時間涼しいまま<っ>あの過ごすすことがでできる<っ>、はい、本当ですか、はい、あの間違えてリモコンを落としちゃった時に冷房が切れてて。はいはい 5分10分で熱くなる気がするんですけど。あの汗ふき出しておかしいなと思ってたらっていうのはよくあることなんですけど。はい。あの冷房ってあの冷房の房ってあの部屋っていう意味なんですね。ああ。もと独房。あのそうまさに独房一人で。ごめんなさい例がよくない。えええ冷房も暖房もあの明治時代にできた言葉なんです。江戸時代から前にはなかったんです。 うんでその「部屋を冷やす」とか「部屋を温める」っていうのがこれはあのルームヒーティングルームクーリングっていう英語を直接そのまま日本語に置いたのが置き換えたのがそれまでの日本人ってそういう暮らしその部屋を温めるとか部屋を冷やすっていう発想がなかったので<ー>だから「暖房冷房」っていう言葉もなかったんです。はい でじゃあそ昔何をしてたかっていうと私たちはあのまあ一番代表的なこ,はこたつですか、ね、ら、はい、体を温めるうん、うん、でだからこたつに何時間入ってても部屋は暖かくならならい確かにもうこのこ,こだけと、はい、いうことですもんね。はいはい であれはもう完全に人を温めている。うんうん、で、そういう考え方で、あの昔だとあのイロリに火を焚いて、はい、でその周りにゴロニをするっていうのが、あの冬のちょっと寒い地域だとそういう暮らし方をしてて、うん、要するにキャンプファイヤーを毎日キャンプをして火を焚きながら暮らしてたっていうこと。うん、で、それがだいたい江戸時代中頃ぐらいにあの、はい、布団、綿布団っていうのがこう流行り始めて、ええ、それであの こう一般庶民にもそれが普及しす,することになって、そうするとみんな火を消して寝るようになったんですね。はい。で、でもこの時代っていうのですか、なんていうんですかね、あの本当に寒い中、温度の低い中でひたすらこう耐えながら暮らすっていう暮らしがあって、でそれがそのまま日本人の今の暮らし方の原型になっている。あ、江戸時代のその暮らしそうなんですよ。基本そうなんです。じゃ大きくは、まあエアコンだったり床暖房とかあるものの、うん。 ベースはそんなに進化しててななないっていいっうことなんですかねなす、うん、はい、<ー>なので例えば床暖房っていうのはまさに<ー>これ部屋を温めるのを床からするっていう意味なんですけど<ー>みんなあの例えば人がいなくなると消しちゃうじゃないですか。あ消しますもったいないって思って、はい、でそのもったいないっていうのは確かにもったいないって思うんですけどそれはあの人を温めてるからであって、はい、あの欧米社会はあの部屋を温めるのでうん、うん、人がいてもいなくてもつけっぱなしなんです。 で部屋家の中のどこに誰がいようがとにかく人がいなくてももうつけっぱなしにするのが暖おしゃれのこたつだとやっぱりつけたり消したりする、はい、しますよね床暖房だってそうだしエアコンだって何でもかんでもその人に合わせてやってるのは実はあれは部屋が対象じゃなくてひ人が対象だからなんですね。 もう日本はそもそもそういう考え方<そ>いうことこですよねす、はい、部屋を温めるんじゃなくてもう一つは、あのー、そういう、えっとまあ、家建物の作り方が隙間だらけだったので、はいまあ、初めの質問に戻るんですけど結局その、部屋の空気を温めようとしても温まらないいははい。はい 空気を冷やそうとしても冷えなくって、どん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 あったかい。空気が入ってきて、せっかく冷やした。空気が逃げていっちゃうので、それであの冷房を切った瞬間に熱くなるんですね、はい。で、えっとそういうそういうで、逆にそういう部屋に住んでて、この暑い時期にまあ涼しく、なんとか乗り切ろうとするとまあ直接冷気を体に受けるしかないんです。で、それであの体に向けて冷たい風を,を吹かせて。 で、それが原因で、風をひく、夏風邪をひくっていう人が、すごく多くなる。まさに、今の私。<笑><笑>本当にクーラーで風邪引いちゃうんですよね。はい、でも、これが、逆に、断熱機密がしっかりしている家だと。はい、まあ、そうならない,というか。あの、一つは、その。いはい、あの、人に向けて、冷房する必要ないので、冷気当てる必要ないので。はい、人のいないところに向けて、まあ、冷房をつけるわけですね。でも、結構、日本のエアコンって、こう、人。 察知してなんかそこに当てるみたいなの、ねあの。暖房は特にそうで。はい、まあ、そういう高機能なエアコンの場合、確かにそういうのがあるんですけど。これも基本は、つまり。人を冷やそう、人を温めようという発想で、エアコン業界が。エアコン会社さんがそれを作ってるんです。はい。本当はよくない。ってことですよ、ね、本当よくないんです。本当はその人のいない方向にふ。ふあの、吹かせることが大事なんです。ええ。もう逆方向というか、その、うん。 生活をするところが、中心になるように設置することが、はい、ほとんどだと思うんですけど。そうじゃない。ってことですかそうじゃない。本来は違うんで。んで、ただ、あの、私たちの、まあ、従来のお家っていうのは、まあ、もう一度、その隙間だらけ。なもんですから。あの、冷房をしようとしてもできない。だから、人に当てて。あの、健康を害する、いわゆる冷房病っていうやつなんですけど。はい、でも、それはやっぱり。 冷たい風を直接体に当てるからなので、まあ、少しこう離れたところからとにかく少し部屋全体にその冷たい空気をね分散させた後とちょ、うん、なんとかこう進むとかーまあサーキュレーターと使いこう組み合空、ね、気を循環させてエアコンの,じゃああの向きというか変えられるじゃないですかあの風の向きを。はいはい それは上に向けた方がいいとかあります、えっとまあ、冷房に関して言えばとにかく、まあ、できるだけ水平に吹かせること水平、うん、あの冷房っていうのは、まあ、冷たい空気って重いので、はい、勝手に下に降りてくるい,、うんはい。ですから直接もし下に下ろすとそこだけが冷えてあまり他にいかないので、うん、できるだけ水平に吹かせてあの部屋の奥の方まで冷たい風を生かせると。うん、で人に当てよううととするとこう 自分に向けてこう拭かせたりするんですけど、はい、これが一番よくないのであのできるだけあの人に当たらないようにこう、はい、まず配慮するだから本来冷房っていうのは人の健康のためにはすごくいいものなんですとか使い方は誤っているので不健康になってしまうっていうのが日常なんですね。収益物件数、no. 不動産投資を始めるなら楽楽アプリ楽待で検索 でもあの先ほど冷房が効きづらいから人に当てる、うん、まあそういう家はこう隙間だらけだからだっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、その具体的に冷房がよく効く家効かない家の違いって何なんでしょうか、はいまあ、一つはとにかく断熱性能というものででもこの概念が本格的にこう出てきて建築、まあ、一部の住宅とかに応用され始めたのがまあせいぜい過去20年ぐらいでここす10年ぐらいなんです。はい で実際にいいろろ数として出て出きるそれでも今、あのー、新築住宅って年間80万戸ぐらい建ってるんですけど作られてるんですけど、えっと、そういう暖房冷房がきっちりできるそういうお家っていうのはそのうちのまだ5%いくかいかないか、えー、年間万万かから4万程度ですかねここ20年で建てられたうちの中の5%あいえ、ねね、年間ですねトータルだともっと少なくない ううね、まだまだそういうことに関心がいってなかったのでちょうど僕たちが、まあ、ここ20年ぐらいこの,、ね、この断熱性と健康性っていうようなことをやり始めてそれでやっぱり断熱性がよくないと健康が悪いんですねっていうのが、まあ、少しずつこう知られ始めてでそういう知った方々からそういう断熱性の高いお家を作り始めてるっていうのが実際じゃないかなと思うんです。 その断熱性の高い家っていうのはそそそもそもの造りなんででしょうかそうかすあの、まあ、建物そのものは変わらないんですけど、うん、あの壁の中であったり天井裏とか、うん、床下とか、まあ普段目にしないところに断熱材というこの建築用の断熱材っていうものを入れます。まあ、とはいえ物のそのものは、えー、と発泡スチロールとかあの白いと <laughs> か<の> <laughs> いわゆる保温材として使うああ,るあるいうものなんですけども。はい ああいうものを壁の中だとかにこう入れるわけです。ええ、それでその断熱性っていうのは、えー、非常に高くなるとか。へえー、素材そのものがこう特殊っていう。そう,そうですね。まあそう特殊な断熱材と呼ばれる特殊なものを、うん、まあわざわざ入れるといいますか。<ー>あの建物構造のためには別に必要ないですし、はい、でデザインのためにも必要はないんですけれども、はい、そういう屋内の まあ、そういう居住性といいますかそういうのを保つために断熱材というのは使える、まあ、も,うもう一つは省エネですけどもねうん、うん、その省エネ目的で入れるその断熱性がある家かどうかを例えば今から新築の家を買うときに見極める方法ってあるんですか、はいはいまあ、これはまたあの後ほどでもまたあの詳しくご説明しますけど、えー、一応あの断熱等級っていうのがあの定まってまして今、等級1から等級7まである。 東急一二三四五六七ってあって、一がまあ無断熱で断熱材が一切使われてない。で東急四がだいたい使われている断熱材の厚みがまあ百ミリ百ちょっとぐらいの厚みで、でその五になるとまあそれが百五十ミリになるとか、まあそんな世界ですね、うん。はい。数値でちゃんとあるんですね。うん。あの断熱東急っていうのはあの一応。 国土交通省経済産業省さんがその目安として出すというのでありましてただ、そういう意味では今あの断熱等級1から7まであると申し上げたんですけど来年の4月からはあの最低が等級4にななるんですあそうなんです、ねはい、ですすそうね来年4月以降はもう新しいお家を建てるときにはその等級4以上にしなきゃいけないという,もうこれ法律が変わるので。あそれだけ断熱の重要性が 増すことにはなります。うーん、なるほど、まあ。とはいえ、東急四っていうのは、うんうん、まあ、先言いました、百ミリって言いますか。か断熱材、まあ、これぐらいのものが入っていると。はい、まあ、断熱山に種類によって、六十ミリになったりするんですけど。ええー。まあ、大体目安百ミリだとして。でも、これって、まあ、欧米社会でいうと。もう何十年も前のレベルなんです、ね。あ、そうなんですか。はい、それでも遅れてるんですね。うん。まあ、はい。そうなんです。へえ。まあ、もうちょっとずつ日本も。 頑張って追いつかせようとして今までまあいろんなことをやられてきているわけでして、はい、まあちょっとずつその成果が出ているかなというところです、はあ、そうなんですね。はい まあ、とはいえ、今、断熱性がこう整っていない家に住んでいる方、多いと思います、うん、私も含めてそうなんですが、まあ、やっぱりそんな中でも快適に過ごすためにエアコンや扇風機の使い方で何か工夫できることってありそうでしょうか、うん、いろいろあるんですけど、本当、はい、一番いいのは、一部屋だけでもその暖房、冷房ができるような、しっかり断熱気密をした部屋を作ることなんです。 まあまあリフォームみたいなことになるんですけど、まあ、一部屋だけでしたらそんなにコストもかからないのでまずそれが本当は一番いいんですんなかなか皆さんその工事まではって言われる方が <laughs> 多いので <laughs>、はい、うんだからまああのじゃあっていうことであの例えば日よけを作りましょうとか日よけ、はい、ま,まずですね夏の暑さというのは、まあ、空気も温度高いですけど、はい 特に日中はもう日差しですね。そうですよね、はい。ですからまあ南面南に向いた窓でしたらもう三十センチぐらいこの窓の上にこういわゆる日差しっていうのを出すだけであのだいたい二メーターぐらいはあの影になるので、<ー>だからほとんどこの大きな窓でも日が直接入ってくるのが少なくなります。ただ気をつけなくちゃいけないのはあのこの実はですねこの太陽の光がこの窓の下の 外の,この地面に反射して、はい、でそこから,こう室,内から室内にこの、えっと、地面から反射して熱が伝わってくるというのがあって例えば南向きのマンションのベランダとかでも結構そのベランダの,その、えっと、床面に火が当たってでそこから暑さが来るということが多いんです。だからら夏場でしたら まあそこにちょっと水膜とかあ,<ー>あるいはあの、まああのね、よくやられてますけどあの人工芝みたいなものを置いてあれすると随分その足元からの熱は変わりますあ直接そのベランダの反射よりはという。西向きとか東向きの場合はあのそういう日差しってあまりこう太陽が何せ角度が違うのでそういう場合はもうこう直接。 火を遮るしかないんですけど、うん、まあそういう時はあのヨシズとかあの外側で窓の外側にするのがやっぱり効果が高い。うちの遮光カーテンとかよりもい、はい、中でやると結局遮光カーテン。うん 窓を,要するに窓を通じて熱が入ってきて遮光カーテンでそこで止まるんですね。と、はい、するとその遮光カーテンとガラスの間にあったかい熱い空気ができるのであ溜まっちゃいそそうですねはい、はい、そこにでこれがこの上に上がってカーテンの隙間からこの室内側に入ってくるのでなるほどそしたら熱くなっちゃうから。とはいえね遮光カーテンでやると随分違いますけど、うんはい、体感的にも随分変わるんですけどうん、うん、で一番いいのはその窓の外。 外に置く。で、ヨシズとかすだれとかってね、はいはい、あのコホムセンターでまあ売ってますよねこの時期。そんなに高くなくってて、はい、ああいうのをこう窓の外につけるのが実際一番効果。おお、すぐできそうですね、うん、それなら。外付けのブラインドとか、だから電動シャッターとかでもいいんですけど、うん、結構のお金かかるので。はい、そうですよね。多分すだれとかをで。うん やる方があのでもうワンシーズンごとに捨てちゃうっていうのが <laughs> う、ね、<laughs> 一番あのリーズナブルかもしれない。例えば一番いい答えはそのあのゴーヤのとか朝顔とかのグリーンで日陰をはいグリーンカーテンで日陰を作ると、はい、あのその熱はあの分散して一旦植物が吸収してそれ、はい、であの通り過ぎる風とともに、はい、まああの蒸散も含めて。 あの散らすので、はい、どっかに集中するっていうことがないんですね。ああ<ー>、そういうことなんですね。はい、だから周りにもいいあの迷惑をかけないし、確かに癒されますしね。はい、いや正直緑のカーテンって気持ちの問題かと思っちゃって、そんなに理にかなってるんだっていうのが新しい発見でした。へ、はい、えー、そうなんだ。もしねケアの方を取り入れてほしいですね。 でもう一つのコツがあってその、まあ、グリーンカーテンでもすだれでもよしずでも窓からのガラスから少し離せばいいんで離す距離離すほど効果がまた高くなるのであそうなんですかできるだけ外にでその外にでガラスとの間に空間作るところでそこを風が流れるんで,あ<ー>で近づけると、はい、そこがあの風が止まってしまうっていうかはははいはい、はいで、暑くなっちゃうんですよ。 空間を上げることであの風も、まあ、たまに吹いたのがこの中に入ってくるかもしれませんしなのであのそこ、それもコツの一つですね、<ー>距離を離す。外の窓から少し離すはい,、はいはいまあ、やっぱり暑い日差しが窓から入ってくるイメージ強いですけれども、まあ、この窓から対策というのが大事にやっぱりなんといっても暑さの原因の最大なのはそこなんです。ただただこの頃みたいにあの あの夜の気温が上がってくると、はい、これはあのここ十年五年ぐらいのこの都会の日本の中の都会の特徴ですけど、夜の気温がどんどん上がってきているんです。はい、暑いですよね、はい、夜まで。健康性という観点では、やっぱりあのすごく問題があるのはあの睡眠障害なんですね。睡眠障害。はい、夏にその暑さが原因で睡眠障害よく眠れないっていう人が日本人すごく多いんです。 へなので、まあ、その辺りをいかにこう、うん、配慮するかといいますかねという観点ではあのそういう夜の暑さもだからなんか昔の流れでこの窓を開ければいいっていうことではないと,<ー>ということで閉めてその冷房をかける方が、うん、あの健やかに過ごせる可能性が高い状況になってきてるってこれはもう世の中の変化なんですね。うん そしてですね、外の暑さから建物の内部を守る、うん、その断熱の仕組みというのも改めて伺いたいと思いますけれども、仕組みはどういう風に？ま断熱って結局えっとまあ、実は空気を閉じ込めてるんですね断熱いてね。はい、その空気っていうのは、そこあのじっとしてると動かないと非常に熱を伝えにくいので、まあ、そういう性質を利用しています。なので別にあそれともう一つはあの、はい、夏の暑さのようにですねこの 熱線と言いますかこのまあ専門用語では電磁波っていうんですけど電磁波でこのの熱が伝わってくるをすからあのそういう空気の断熱と、まあ、こういう電磁波による熱を抑える、まあ、これ遮熱とも言うんですけどこの遮熱と断熱をうまく組み合わせることでこの建物の室内を守るっていうんですかねそういういこととになると初めての不動産投資先輩大家さんに相談したい。 不動産投資の悩みを気軽に相談するなら、楽楽相談室楽町で検索だいぶ断熱について、少しずつ、ね、詳しくなってきたところですけれども、<laughs> はい、岩前さんは断熱と健康というのをご専門に研究されていらっしゃると思うんですけれども、はいうん、この夏、暑い家というのは、健康にはじゃどういった影響を与え,ているかえあの先ほどちょろっと申し上げました、例えばあの睡眠障害ですね。 非常に大きいです、まあ、熱中症も多いんですけど、はい、まあ例えば昼間に暑いところで作業しててそれでこう水分が不足しても、うん、まあ,ある程度はこう歩いて帰ってきて要するにお家までたどり着いてうん、うん、で気分悪くなって倒れちゃうという人もいるのですべ、はい、てがすべてあのお家の中であの気分が悪くその原因お家が原因になっているとは限らないとは思っているんですけど。その前の前外でう まあ、ともかく、まあ、とはいえお家ちが、ね、十分に涼しければそういう外でダメージを受けた人も家に帰ってきたら回復するので、はい、やっぱりお家の涼しさというのは重要なんですね。ですからこの睡眠障害と熱中症で。で夜眠れないと 当然熱中症のところにもななりりやすくなりますくまで最近はちょこちょこ言うのはその冷房してる部屋と暑い廊下との間の温度差で、はい、頭がこのふらつくっていいますかね、えー、夏もそんなこと冬はよく聞きますが冬はよくあのヒートショックって言葉で語られますけど、はい、あの夏もそういうことがありそうだっていうのがこのことちょこちょこと言う、えー。 ラッとする感じの適温はどうやって見つければいいんでしょうね <laughs>、はい、<laughs> あの一つはやっぱりあの、えー、と少し温度を下げ気味にして衣服で調整することお<ー>で特に1人だけでなくって、はい、あの複数でだいたい家族って暮らしてるわけで,そう,です、ね、そうすると同じ家族でもその。うん なんていうんですかね適した温度っていうのは違う全然違うよすよよくあの喧嘩になるんですよねあのあのそういう研究された方がいらっしゃって日本人の中でも実はその好ましい温度っていうかその個人のその私的温度っていうんですけどそれが実はね10度ぐらい違うんですそんなに違うんですか季節と家くらい違うじゃない季節一個分ずれるんですよそうすると極端に暑がりな方と極端に寒がりな方がね家族として 結結婚されると、はい、結構ややこしいことがややこしい <laughs> <laughs> 何分すればいいんだっていう話なんですけどですけどまああのその妥協点としてはやはり少し温度を下げ気味にしてそれであとは衣服で調整する夏はですね一,一番暑がりの人に合わせて涼しくして、はい、寒がりの人はちょっと長袖着るとか長袖とかやっぱ長ズボンとか夏は あと思われる方も多いですけどやはりそれはあのこのお部屋の状況に合わせてやるやる方が良くって、うん、であのやっぱりあまりぎりぎりの温度で保つと本当にあの途中で汗がもう引かなくなるとかですね、はい、いろんなことが起こりますからっていうのはあります。まあ,これあくまでこ、うん、こ個人差が大きいのでそうですよね、はい、で落ちってやっぱり昼間の疲れを癒すところなので、うん、回復させなきゃいけないんですね。はい ところはあのやっぱりその暮らし方によっては家の中で回復できない暮らし方というか家もあるので、はいはい、そこは気をつけなければいいけないとまあ逆にですね断熱性能がきちんとした高い家に住むと病気にかかりにくいとかそうん、細いうプラスの要素というのはかかりにくいとまで言うとまたこれがなかなかちょっと微妙なことなんですけど。<laughs> ね、え例えばあの、はい 家庭内感染のコロナの時に家庭内感染がありました、はい、で断熱気密してるお家の一つの特徴としては空気の流れを作り出すことができるんですね空気の流れ、はい、で人間ってやっぱり新鮮空気必ず必要ですから、はい、あのそういう断熱気密で外からこうし,しっかりこの隙間をなくして囲い込んだ部屋にしてもですねやっぱり我々呼吸のためには空気が新鮮な空気が必要です。でそれでで換気っていうもので やるんですけど、まあこの非常に密閉した箱にこの空気を入れたらで出るところを作るところ確実に入って出ていくんですね。ああ、分散せずにちゃんと行ってくれるはい、はい、ってことですよね。ところはもしこの穴だらけのカゴみたいなところに空気入れても、はいはい、でこっち側に出口意図してもおそらくうまくいかないですよね。確かに、こう断熱性能が高い家ってなんだろう風通し悪そう。 とか思ったんですけど逆,です、ね、逆に、はい、あの換気っていうのがきっちり作用するっていう意味では、うん、あの非常にあのしっかりと行くんですね。はい、でさらにその例えば家庭内で感染した方を空気の出口側の部屋にで、まあ、寝ていただく。そ、はい、そうするとそのそこから 空気が戻ってくることもないので、ああちゃんと一方通行が守られるから、そう,そ,うそういうのができるんですね。えー、でそうじゃないお家だとやっぱりどういうふうに空気が浮いてるかわかんないので、はい、もしかしたらあの感染した方が寝てる部屋からこの空気が、はい、まあっていう可能性もあるわけですね。えその観点は全くなかったというか知らなかったです。へ、はい、えー。だから小さい特に小さいお子さんがいらっしゃるようなケースでは、はい、やはりそういうリスクっていうのは 家庭内でのそういうリスクも下げたいでしょうからそそうでですすすすねね、はい、ごく大事だと思います本当です、ね、まあ夏の睡眠のまあこともありますしあのやっぱりあの健康性という観点では実は一多いのは冬なんです冬冬のやっぱり低温による影響っていうのがすごく多くて、はい、冬の、えーとえー、ヒートショックだとか、うん、そういうのっていうのは非常にあのダメージが大きくなるものですから。 さっき冒頭僕あの10人に1人があの低温の影響で亡くなっているとお話ししましたけど、えー、まあ大体その冬のリスクと夏のリスクだと冬の方が30倍以上大きいんです日本の社会はだいぶ違います、ね、だいぶ違うんですだからでそれに対してやっぱり断熱気密で暖かいお家で暮らすっていうのは実はすごい大きな意味があると、うん、はいであの私が2010年ぐらいに調査して 発表したデータがあって 2>,、はい、まあ2万4千人の方にお尋ねしましたで、まあ、その新築新しいお家に、まあ、移り移に引っ越して住まれてる人になんですけどで前の暮らしと新しいお家とで比較していただいて、はい、例えばこう咳、えー、が出やすくなったか出にくくなったとか風邪をひきやすくなったとかひきにくくなったとかって、はい、そういう、まあ、アンケートを。 調査をしたんですね、はい、でそうすると、まあ、当時僕たちもその本当にまあ疑心暗鬼でそういう調査をしてたわけですけど出た答えがびっくりして、はい、まあほとんどの項目でその断熱性の高い家に住むと出なくなった改善したっていう人が圧倒家によって風が家の断熱性によって、はい、断熱性の高い家に住むことで そういうアトピーが出なくなったとか、アトピーとかもですか？そうなんです、えー。花粉症も治ったとか。花粉症も。はい。すごいまああの僕たちはそこまでこの明確な答え出ることは期待してなかったんですけど、はい。まあそれが出てでその時にあじゃあやっぱり暖熱性を高くすることがこんなにもこう健康性というものに影響あるんだなというのが、うん、まあ出た。 瞬間なんですけどね。それはやっぱり快適に過ごせる温度、それとも風の通りなんでしょうか。いろいろあると思うんです。ね、うん、あのおそらくアトピーなんか、まあ皮膚炎なんかはですね、はい、あの着衣量とも関係するんですね。えー、そうなんですか。はい、服の量で、はい、私たちあのまあ先も言ってました江戸時代以前の暮らしっていうのは、まあ人を直接温めたり人でした、はいはいで。もう一つはその厚着をするっていう。う冬の寒さは、まあそんなあの。 まあ要するに厚暖かい服をはい、はい、着ればいいという思いで過ごしてきたんですけど、うんうん、まあそうすることでお肌に対するストレスが増えるんですね。ああそっか擦れちゃうから、はいで。服って実はあのはい、はい、まあ外からこう我々守るもんなんですが、はい、服自身が皮膚を傷つけるっていう特にあのこのゴムとかですね<ー>この縛る体に密着するところでは。 そういう皮膚を刺激するトリガーになるので。うんうん、まあ、それが原因でアトピーの皮膚炎が始まると。だから、あの体質アトピー性皮膚炎の体質そのものは変わらないんですが。そのきっかけとなるトリガーが減るもんですから。だから、その出なくなった人が増えるのかなっていうふうに考え。ええー。すごいですね。あの熱中症になりにくいとか、うん、そういうのはこうまだ。 想像がついたんですけど、はい、あと B にまで影響を及ぼすというのはちょっと意外というかう意外でしたね本当にあのこの断熱というのを重視しないといけないだなっていうのをすごく感じますねはい、はい、楽町チャンネルを運営するファーストロジック私たちは誰もが安心して不動産投資ができる社会を作っていきますこの思いに共感してくれる方私たちと一緒に働きませんか でもこうしてなでしょう一人一人がこうより健康になるということはもう社会全体としてももちろんいいことですよね。うんうん、そうなんです。あの一つあれなのあの快適と健康って実は違うんですね。えー、であの割に私たちあの普段の先生活快適っていうのをこう意識してるんですけど健康っていうのはあまり意識してないんですよ実は。 っていうのはまあ健康っていうのはあって当たり前だと思ってるので。はい。だからあの健康っていうのはこうなくした時に初めて。そのありがたさがわかる。意外に本当にそうですよ、ね。はい。なんであのこういうあの健康に関するこのなんですかね追求っていうのは。あまりこれまでやってこなかったっていうのが一つあると思うんです。うんでだから快適っていう言葉はすごくこうもう馴染みがあって。それでもういろんな住宅の住まいのこう。 もう,ここはうちは快適です、ここも快適ですって言ってるんですけど実は健康はそうとは限らないという中でこういう健康性の調査をしていろんなことが出てきたんですけど、まあまあ、ここまでいっていいかどうかあれですけどあの実際、こういうあのお家によっては健康性が変わる病気になる、まあ、あの割合が減るということになればです、ね、それの治療に関するコストも変わってくるわけです。お確かに でまあ、医療費に対する影響っていうものも試算してまして、はい、あのそうすると例えば、まあ、50代のご夫婦で、まあえっと、大学生のお子さんが2人とか、まあ、それぐらいの家庭を、まあ、ちょっと想定すると年間そうです、ね、8万円ぐらい、まあ、平均的には。 医療費がお安くなるっていう傾向になるんです。<ー>でまあ実際のうちはそんなにあの医療費使ってないんですけれども、医療費っていうのはその一回使うとすごくたくさん使うので、まあそれを各家庭でこうまあ割ると平均するとそれぐらいになるっていう。うんうん、でもすごくこれは大きいんです。本当ですね。はい、だからもしリフォームをするってなった時にいや高いなと思っている方いらっしゃると思うんですけど、もしかすると医療費考えたら。 絶対そうなんで,すで、その方が安く済む可能性もあるっていう、あのー、もちろんケースバイケースですけど。はい、あ例えば従来まあ断熱っていうのはその暖房コスト、冷房コストを下げますと言われてたんですけど、そのための工事のことで割り戻すとだいたい回収するのに20年とか30年かかってた。で30年かかって回収できるのをお得ですよっていうのはなかなか言いにくいわけですよね。そうですねで。聞いた方もなかなか思うーんと思うんですけど。 この医療費のコストまで考えると大体いい回収年数が半分以下にだから 10,、はい、10年弱から15年ぐらいで回収できるようになって10年だとまあすぐですよねそうですねそ,その次はもう徳の方に行くわけですから、はい、あの例えば100万円かけて断熱をしたらであの10年でチャラになると次の10年は100万円儲かりますっていう計算になるわけです。 うんやらなきゃ損じゃないですかという話になってこれはニュージーランドの研究チームが昔発表したデータなんですけど、はい、日本でも大体同じような数字になるんじゃないかなと、ね、健康はもうお金では買えないとはいえコストの面でもこう納得しやすいデータとなってますね。えーはい ということでここまで断熱の専門家岩前さんにお話を伺いました後編ではですね先ほどもちらっとお話出てきましたが冬の寒さ対策などについて引き続きお話を伺ってまいりたいと思いますということで岩前さんここまでまずはありがとうございましたこたつは快適かもしれないけど健康ではないと <laughs> 皆さんこうこたつに座ってご家族いるんですけどでもエアコンかけてるんですけど天井の温度と足元の温度で15度違うんですえー 15度はい、冬の寒さっていうのは夏の30倍以上のリスクがありますから2030年にはもう国はもう1個上の等級後を今度は義務化しますと、はい、たった5年でもうそんな時代遅れになってしまうような建物を今から作るっていうのはあまりにもちょっともったいないと思います、ね。確かに